はシリさんからご来場の皆様に一言ご挨拶お願いします。はい、こんにちは、2児の母をなんとかかろうじて、頑張ってやっておりますシェリーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてアスレ、ご長男が3ヶ月になるというナーチェルさんですね、はい、お願いいたします。はい、こう見えてパパです。よろしくお願いします。お願いいたします。いやまだ3ヶ月ですね。そう、3ヶ月だから全然やっぱりなんかもう毎日が成長してる感じ。でも本当に昨日できなかったことが今日できるようになるみたいな、すごくわかりやすい時期だから、うん、あーうーりゅうちぇる、あ、りゅうちぇるって言ったみたいな、あるのでもたまに、あ、今りゅうちぇるって言ったよねみたいな感じで聞こえちゃうぐらいも可愛すぎて、僕自身ってやっぱ親ばかりになっちゃうのか、多分言ってないかもしれないけど言ってるように聞こえちゃうぐらい、本当可愛い。おしゃべりもちゃんとするし、あと僕に似て、それこそもうエコー写真の時からなんだけどずっと小指立ってるの。もうね、僕に似てエコー写真の時から、あれ小指立ってるよねなんかみたいな、え、これ絶対そうだよね、生まれてみておっぱい飲んでる時も小指立ってたりとか、僕もよく給食時間とか中学生の頃からよく牛乳飲む時とか一人だけ小指立って飲んでたし、やっぱ遺伝ってある、しっかり継いでますね。継いでる、嬉しいですよね。嬉しかったり嬉しくなかったりいやもうそれは私ですよって言いたいんですけど、違うんです。皆さんもそれを想像してると思うんですけど、なかなかね、やつが尻に敷かれてくれないんですよ。あ、そうなんだ。全然意外。意外でしょ。意外意外。こんな気が強いのに。うん。気強そう。なんかやっぱりプライベートとかでもしっかりそばそば、なんかね、決断力とかもすごいありそうだから。そうですね。でもね、本当に基本的には全部相談して、イコールで、何でも、もうそのなんか、大事なこととか、もう本当それこそ風邪ひいて病院連れていくかどうかぐらいのことまで、基本的には相談してるんで、素晴らしい。まだね、こうね、諦めてくれないんですよ。やっぱそうなんだ。諦めたら楽だよっつって私がボスになった方が楽だよっつってるんですけど、なかなかさせてくれないですね。じゃあ今は両足こう、そうですね、足並み揃えて、はい、足並み揃えてですよね。まあ助かることが多いですよね。りゅうちぇるさんのご家庭どうでしょうか。なんかね、子供が生まれて子育てに関しては何があっても2人でやっていこうねっていう、どっちかが一番頑張ろうねとかじゃなく、2人で子育てをしようねってなったから、子供のことは2人で相談して決めるからボスとかないけど、やっぱ恋愛っていう風に戻ったら、まあ、やきもちペコリが焼いちゃったとか僕が焼いちゃったとしても、どんな理由があれとりあえず僕から謝る。恋愛っていう部分に関してはペコリがボスだな、やっぱり。素晴らしい。なんかまあとりあえずペコリが怒ってたら、え、だってそれはでもだってって僕の中で思ってても、嫌な思いさせてしまったからとりあえず謝った方がいい、ねんみたいな感じになっちゃう。早めの正解を見つけたね。そうそうそう、素晴らしい。これからもう安泰だよ、結婚生活。本当？そう、そういう風になってますね。